こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、登録者223万人の超人気ゲーム実況者レトルトさん、 YouTube チャンネルをバンされてしまう。なんか超人気ゲーム実況者レトルトさんの YouTube チャンネルがバンされてしまったらしい。ミルキーブルー、このレトルトさんって知らんかったっちゃけども、ちょっと見よったらね、クレヨンしんちゃんとコラボするくらい人気があるゲーム実況者みたいっちゃん。すごくない？クレヨンしんちゃんよ。でね、早速ね、どういう流れなのか見てみるよ。5月13日午前10時46分、レトルト。速報、レトルト YouTube チャンネル赤バンされる。これレトルトさんがバンの原因ば言ってないけんわからんちゃけども、憶測で次のようなツイートがされてるっちゃん。トヨピー、拡散希望。連投してきてうざいだけだったスパムがついに明確な実害が出るようになっています。 YouTube 配信者の方は必ずお読みください。新手のスパムが凶悪です。すでに知り合いで YouTube チャンネルがバンされてしまった方もいます。スパムアカウントのアイコンがもろに正規の画像になっていて、配信画像にコメントを載せるタイプの配信者さんは、そのスパムがコメントすることで実質的に配信に正規の画像を載せている事象を作り出し、アカウントバンを誘発させるという極悪な仕組みになっています。現状でできることの一部ではありますが、コメントを配信に載せている人は必ず使用しているツールでコメント者のアイコンを表示しない設定にして載せてください。チャンネル登録者しかチャットできないモードも現状では有効ですが、これもいずれ突破される日は来ると思います。一度チャンネルをバンされると非常に面倒なことになります。ぜひともこれが配信者の皆様の目に留まりますことを願います。わかった。あのさ、ミルキーブルーも生ライブした時にみんなのチャットをね、画面内に載せるか載せんか迷ったっちゃけども、配信画面の中にチャットが流れる仕組みあるやん。まあそれアプリ使うっちゃけども、それで入れてしまうと正規の画像が流れてバンされるというね。めちゃくちゃやろこれ。まあ今回のレトルトさんの赤バンはこれが原因かどうかは定かではないっちゃけども、まあこうやってね、バンを誘発させるような悪質な人がおるみたいやね。でその後レトルトさんはどうなったのかというと、こちらです。5月13日午後9時20分、お騒がせしてます。 YouTube にも連絡して担当さんに対応してもらってます。 Google が大きな会社&海外の会社なので5番があっても時間がかかりそうです。とりあえず待つしかない。何事もないことを願ってて。5月14日午前11時6分、レトルト復活。ご心配おかけしました。チャンネル復活しました。正直結構落ち込んでた。レトルトさん、YouTube 復活したみたいよ。よかったね。めっちゃファンも喜んでたもん。まあやっぱね、これはチャンネル登録者223万人の YouTuber やけんね。やけんこんな復活が早かったかもしれんね。とにかくよかった。まあこんな感じでね、世の中には変なのがいっぱいおるっちゃんね。5番を誘発してストレス発散してんの。ほんと悪質すぎるわ。まあミルキーブルーもね、実際にね、このチャットを画面に入れて生配信しようかと思ったもん。
もし同じようにね、正規の画像のアイコンのスパムが横行したらバンされるかもしれんやん。やけん次にね、ライブするときはチャットは画面に入れん、まあ前回も入れてないけども、金輪際入れんようにしようと思いました。っていうか、また生ライブ配信したいね。なんかどういう風なね、ネタがないんで、どういう風なライブの形がいいかちょっと考えてたら、何していいかわからんくなってね、できてないっちゃけども、またみんなとね、生で話したいなと思ってるんで、いつか、いつかというかしたいなと思ってるんで、お待ちくださいばば。とにかくミルキーブルーもそういう風に誤番されないように気をつけて YouTube を運営していきたいと思います。長年育てて YouTube チャンネルをでかくしてるのに5番とかありえんわって感じよね。ではご視聴ありがとうございました。それでは。